愛知県によりますと先月26日、半田保健所管内に住む70代の男性が発熱しその後の検査で重症熱性血小板減少症候群と診断されましたこの感染症はウイルスを持つマダニに噛まれることで感染するもので致死率は10%から30%とされています男性は発熱や倦怠感などの症状があるものの意識はあり 命に別状はないということです県によりますとマダニは気温が高くなる春から秋にかけ活動が盛んになるということで県内でこの感染症が確認されるのは初めてです男性は農作業中にマダニに噛まれたとみられていて県は草むらなどに入る際は肌の露出を少なくするといった対策を取るよう注意を呼びかけています